れていいんじゃないの、展望だっていいんじゃないの、少し不安残した方が楽しく生きられるんじゃないの、疲れたら寝ればいいんじゃないの、たまにはランチでいいんじゃないの、やりたいことやるために僕らは生きているんでしょう。完璧な生き方なんてできないから、完璧な生き方なんてしたくないから、不器用な僕は不器用なままで、それでいいんじゃないの、無理はしなくていいんじゃないの、すぐには来日だってほら一歩も楽しくないでしょう、一つ一つが耐え込んで一体何をしたいの、誰も100点満点の答えなんて出せないんでしょう。